分析を対話型にする方法について説明します。列の値または列ラベルにアクションリンクを作成して、ダッシュボードやウェブページなどの関連 BI コンテンツへのナビゲーションを有効にすることができます。例えば顧客の詳細に移動し表示できるアクションを保存します。次にこのアクションを使用するように国および顧客セグメント別収益分析を更新します。分析を実行し、国ラベルまたは国列の値をクリックすると、顧客詳細に移動というアクションが表示されます。アクションリンクをクリックすると、指定した BI コンテンツまたは URL の新しいウィンドウが開きます。まずはじめに、四半期別フルフィルメント分析に移動します。四半期別フルフィルメント分析では地域列でドリルダウンできます。この双方向性を変更して地域をクリックしたときに地域のフルフィルメントダッシュボードページが表示されるようにします。基準タブからアクセスする列プロパティを更新して地域列の相互作用を変更します。プライマリ相互作用をドリルからアクションリンクに変更します。BI コンテンツにナビゲートオプションを使用します。分析の地域列の見出しをクリックすると、地域別フルフィルメントダッシュボードが指定されたページに開きます。また、列の値をクリックした場合も同じダッシュボードが開くようにします。アクションリンクを列の値に追加するプロセスは、列見出しへのリンクの作成と似ています。もう一度、BI コンテンツにナビゲートを選択します。次に地域別フルフィルメントの上位製品ダッシュボードページを選択します。結果を確認します。変更保存して双方向性が正しく機能することを確認します。このチュートリアルでは列のラベルおよび値にアクションリンクを追加する方法について説明しました。ご視聴ありがとうございました。